した浜北 Now TV、 浜北区の今を届ける情報番組です。今回もサンストリート浜北2階ミンディーステーションからお届けしていきます。そして今月一緒にお届けしていくのは宮田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、宮田さんは4月からこのミンディーステーションでお仕事をしているんですけれども、慣れましたか、お仕事の方は。仕事の方はだいぶ慣れてきて、ステーションの先輩方に日々サポートしてもらって頑張ってやってます。お仕事でね、いろいろの浜北区のねところにも行くことがあると思いますので、何かねいい情報があったらぜひ宮田さんからも発信してもらえればと思います。それでは最初のコーナー早速いきましょう。浜北区の魅力を発掘する浜北ときめきリポートのコーナーです。今回はマサさんがリポートをしてきてくれました。それでは VTR どうぞ。こんにちは、古橋です。今回は7月いよいよ開幕します第103回全国高等学校野球選手権静岡大会に出場する浜北区の2校の野球部を紹介します。はじめはこちら浜北西高です。それでは行ってみましょう。野球経験はなけれど野球の観戦なら任せろ。ミンディ夏の高校野球中継では実況の経験もあるマサさんこと古橋正義が野球部の皆さんにインタビュー。浜北西高等学校野球部、井上智明監督の指導のもと、守備でリズムを作って攻撃につなげることを意識し、チーム一丸となって練習に励んでいます。今年の夏の高校野球、1回戦は10日に島田球場で御殿場高校と対戦します。今のこのチームは、常に元気よく前を向いて明るくっていうのを、もう下を向くことのないようにチームを動かしてます。攻撃中心の練習をされてましたけど、攻撃の要となる選手ってどんな選手？一番の、北島は、切り込み隊長として積極性もありますし、もうファーストサイドからガンガン振っていけるような選手なので、そこから突破口を開いていくような選手です。3番の伊藤が、秋とか、春までは、レギュラーじゃなくて補欠だったんですけど、春過ぎぐらいから思い切りが良くなって、ガンガン行くように、もう打てばチームが盛り上がるよ。そうですね、思いっきりガッと振るやつなんで盛り上がります。主将として、こんなことをチーム盛り上げるためまとめるために心がけてるよっていうことはありますか？自分はなんかそんな特に秀でてるのもないんですけど、自分で気づいて動くっていう行動力はあると思うので、自分でどんどん動いて引っ張っていきます。よし、ありがとうございます。では最後にこの夏の大会を向けての意気込み、目標を聞かせてください。はい、このチームらしく元気よく明るく最後まで下を向くことのないように、常に上を向いて粘り強く頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。すみません、お忙しいところありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。主将の藤田君から今一番の成長株ということで、そんな情報をいただきまして、どんなところ成長したのかな、自分で思うところは。勝負強さ。勝負強さ、はい、思い切りが良くなった。はい、フルスイングで頑張ります。北島君が主軸かと思うんですが、大会に向けて意気込みをいただけたらと思います。まあ、一つでも多く勝てるように頑張りたいです。自分は一番待ったので、チームに流れを呼び込めるようなスイングをしていと思います。続いて選手を支えるマネージャーの皆さんにエールをお願いします。やっぱり高校野球ってすごい大きなものだと思うし、野球をもうこれでやめちゃうってこともいると思うので、3年間ずっと頑張ってきたのも知ってるし、悔いの残らないような自分の力を発揮できるような試合をしてくれたら嬉しいです。
3年間の集大成にもなる夏の大会なので、やっぱ今まで一人でも実施練を多くやってきたみんなを知ってるので、一日でも長い夏を見させてください。ありがとうございました。ごめんね、急で。ありがとうございました。気合いあふれる皆さんの活躍を楽しみにしています。さあ続いてはこちら浜名高校にやってきました。練習グラウンドは道の向こう側です。続いて紹介する浜名高等学校野球部、平成15年の大会では甲子園出場を果たしており、甲子園で一生の目標を掲げ日々練習に励んでいます。今年の夏の大会1回戦は10日浜松球場で藤枝北高校と対戦します。でまずこの浜名高校どんなチームですか？浜名高校野球部はまず守備からリズムを作っていって、大きな当たりはないんですけど、まあ、繋いで点数を取っていくっていう野球をしています。この守備の要どんな選手ですか？守備の要はショートの浦山敦也という選手が守備の要になっています。うんうんうん、どんな選手ですか？そうですね、守備チーム全体が見えていて、まあ、いつでも声をかけたり、まあ、安定した守備っていうのは、ね、チームがいつも助かっています。打つと頑張ると盛り上がるぞっていう選手っていますか？そうですね、やはり4番の松川選手が打つとやっぱチーム全体が盛り上がって、まあ、打線にも勢いがついてくる。主将としてチームをこうやって引っ張っている、盛り上げているっていうところはどんなところですか？言葉だけじゃなくてしっかり行動で示すというのを意識していて、まあ、そういう、まあ、背中を見て、まあ、引っ張っていこうかなと思います。意気込み、目標聞かせてください。はい、まあ、浜名高校野球部の、まあ、長年の目標でもある甲子園で一勝という目標を実現できるように頑張っていきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。と俺山くんはショートで、あと守備は堅いというお話を伺っておりますが、自分的にはどうですか？そんな感じですか？まあ、自分は日々の練習からノックっていうのを大事にしてて、コーチの方とかからいろいろアドバイスしてくれたので、自分は基本に忠実なプレーをして、自分はチームを引っ張っていかないといけない存在だと思っているので、試合でも周りを見たり、そういうのを気にしてピンチの時とかは自分が盛り上げるように常に気づいています。天野くんです。じゃあチームの要ということですね。はい、そうですね、趣味をセカンドで常に気をつけていること、どんなことありますか？セカンドはバントだったり左右の動きが必要になってくるので、足を使ってとにかく前に出たり、そういうところをいつも頭に入れています。いや、夏の大会に向けて意気込み聞かせてください。はい、自分が中心になるという気持ちでしっかりチームの一員になって、チームの目標の甲子園に一緒に貢献できるように頑張りたいと思います。お次は選手を支えるマネージャーの皆さん、エールをお願いします。先輩たちらしく最後まで頑張ってください。せーの、応援してます。情熱的な皆さんのプレー楽しみにしています。こちらも夏の大会に向けて気合が入ってましたね。そして何より皆さん野球愛本当にすごかったです。本当に夏の大会楽しみですね。両校の皆さん頑張ってください。
ご覧いただきましたけど、両校とも本当に燃えてましたね。宮田さんは高校野球に関する思い出何かありますか？はい、私は実は高校野球に全く興味がなくて、今まで高校野球の応援に行ったことがなかったんですけれども、今の VTR を見てすごく心が熱くなりまして、高校野球興味が出てきました。そうですよね、すごい青春だな、応援したいなっていう気持ちになりましたよね。第103回全国高等学校野球選手権静岡大会は今月10日から開幕です。ぜひ地域の熱い高校球児、皆さんで応援していきましょう。さあ、続いては浜北区であったさまざまな出来事をニュースとしてお伝えする浜北ショートショートのコーナーです。プレハウォーク浜北駐車場西側噴水広場で6月15日にプランツマルシェが初開催されました。20店舗以上のブースが出展、多肉植物や観葉植物、花や緑をモチーフにしたハンドメイド作品、ハーブや野菜をふんだんに取り入れたグルメなどが販売されました。今の時期っていうのがちょうど園芸シーズンに当たってまして、まあ、あと植物に関しては癒しの力があると言われています。でそういうマルシェをちょっと他のところでないっていうふうに伺って開催したいと思い、今回開催する運びとなりました。ハーブを使ったソーセージドッグ、ガーリックシュリンプがバジル味、チリの味だったりとか、体に優しいスイーツですね、無添加のものもテイクアウトでそのようなお店も集めています。で、作家さんに関しては花柄だったりお花を使った商品の販売をしていただいております。浜北っていうのは実は植木の町なんですね。でプレハの葉というのも、そういう意味での、植物の葉っぱの葉なんです。ですので、まさに、浜北に合っている企画かなというふうに感じています。浜北文化センター大ホールで6月27日に浜北吹奏楽団の第30回定期演奏会が開催されました。今年で創立40周年を迎える浜北吹奏楽団、10代から70代まで幅広い年代の団員46人がホールに演奏を響かせました。演奏会はクラシックステージ、フューチャーステージ、ポピュラーステージの3部構成で13曲を披露しました。コーナーでした。ここで最後に宮田さんからお知らせがあります。宮田さんお願いします。はい、7月24、25日の2日間こちらサンストリート浜北1階で素敵なイベントが開催されます。ミンディ光提供開始1周年&スポーツの日を記念してトモランとミンディのコラボ企画かけっこ教室を開催します。浜松のランニングチームトモランコーチ陣がサンストリート浜北に集結、30メートル測定やかけっこ教室を開催します。両日とも各4回開催されますが予約優先となりますので、詳しくはウィンディステーションまでお問い合わせをお願いします。またケーブルテレビ&インターネット相談会も同時開催です。皆さんのお越しをお待ちしております。今回の浜北 NOWTV ここまでとなります。また今月はなんと2本立てということで、16日からは今回と違った内容が放送されます。どんな放送かは見てのお楽しみです。皆さんぜひチェックしてみてください。それではまたね。